Peggy 12無双ロチ3プロデューサーの古澤です。さあチャレンジモード、動画ということで今回も、お伝えしていきたいと思います。前回はですね暴風というモードをお見せしましたけども、今回は新しく配信となる流星という、モードになっております。こちらの流星はですね敵を倒すわけではなくて敵を落としていくというようなゲームになっておりまして、このようにどんどんと敵を落としていくということですね。さあこちらの衣装ですね、実はダウンロードコンテンツの特別衣装というものでして、こちらはちょっとアサシンをイメージした石田三成の衣装になってますね。まあダウンロードコンテンツ新しい衣装も気になる方はぜひとも公式サイト等チェックしてみてください。さあそんなこんなでどんどんと、敵を落としていくんですけども、雑魚を倒した後に武将登場してきますので、3人の武将を落としますと、このように4人の、神格化キャラクター登場してきます。ボスですね。さあそしてそのボスを倒していくんですけども、こちらも切り札使っていきましょう。このモードの特殊アイテムである巨星というアイテムがありまして、このアイテムを使うと、ジャンプしたり歩いたりするだけで、敵を吹き飛ばせるというふうなことになりますので、うまくアイテムを使ってもらって、こちら今ボーナスタイムですね、4人の神格化キャラクター落としましたのでボーナスタイム発生しています。どんどん落としていってください。はい、で一定時間が経つと、巨大化が戻るということですね。さあキャラクター変えてみましょうか。さあこちら旅礼機も新しい衣装を身にまとっておりますと、まあ、さらにあの神器ですね、実は三成と同じハルパーという神器なんですが、こちらハデスハルパーという神器になってまして、こちらもダウンロードコンテンツの新しい2つ目の神器ですねなってますので、どういった真実だったりアクションが効果的かというのを見極めながら戦ってみてくださいね。さあそして3人目はアテナですね。アテナも衣装はこれダウンロードコンテンツのレジェンド衣装というものを今使っていますね。はい、普段とは違うちょっとダークな感じのアテナになってますね。さあさあよいしょ、さあ石化攻撃等はいつもと同じような形で使えます。よいしょ、落ちろ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 。さあそしてアテナはですね、実は、神器がですねこちらも2つ目の神器を実は持っていまして、先日、世界累計50万本突破記念ということで無料アップデートさせていただきましたが、そちらで配信となった、神器となっております。危ない、祭りの時間だぜ。 おっと危ない、そろそろ攻め込んでやるかの、一歩も動くな。スピード伴ってですね吹き飛ばしながら移動ができるんですけども、先ほどのようにちょっとだいぶリスクが高いアクションになってますので気をつけながら使ってみてくださいね。はい、3人落としたので、神格化キャラクター出てきました。ちょっと合体真実も使ってボーナスタイムでいきたいと思います。さあ誰も落ちてない、誰も落ちてないですね。さあ落とせるか、うまく落としたい。石化させて落とす。あ、向こう岸に乗ってしまいましたね。そんなこともあるんですね。
さあなんとか最後落としていきたいんですが、2人がなかなか手強い、手強いですね。あーなんと逆にやられてしまいました。残り時間少なかったですがやられてしまいましたね。まあという形で自分も落ちてしまうとその場で終わりになってしまいますので、うまく立ち回りながら記録を目指していってみてください。よろしくお願いします。